ボーンはカナダのオンタリオ州トロントの北に位置するヨーク地域にあるし、カナダでも最も急速に人口が増加している都市の一つであり2016年の人口は30万人。トロント郊外に住宅街が広がっており、クレータートロントの一部を構成している。ボーンと表記する場合もあるが少ない。カナダズワンダーランドボーン視聴者ボーン氏はカナダでも、 急速に人口が増加している都市の一つで、1996から2001年と2001から2006年の、それぞれの5年間に30%を超える人口増加率記録している。1996年の人口が13万2549人、2006年が23万8866人と、わずか10年間に10万人以上人口が増加した。 その後の10年間の人口増加率はどんかし7万人の増加となっている。南ヨーロッパ系や東ヨーロッパ系のほかユダヤ系人口が州内でも多く、有色人種の比率は35.4%、このうち南アジア系の比率が最も高い。イタリア系住民が多いことから、イタリア語を保護とする人は全体の12.3%に及ぶ。ついで、 ロシア語が6.8%となっており、この割合はトロント都市圏内の他都市と比べても突出している。1615年にフランスの探検家がこの土地に訪れたことはあったが、町が組織されたのは1792年である。道路が整備されていなかった当時、内陸に位置している地勢から、この地域へを訪れるのは困難なものであった。そのため、 初期の入植者はわずかであったが、アメリカのペンシルベニア州から移ってきたドイツ系の人々や、わずかではあるがイギリスをルーツにする人々、フランスを党派の人々などが定着していった。1814年以降、アメリカからの移民に代わって、イギリスからの新しい移民が増え、それによって農業に従事する人々がほとんどだった、コミュニティに高い技術を持った貿易省が入り、 町の発展に大きく貢献することとなる。1935年には4873人の定住者がいたに過ぎなかったが、第二次世界大戦の煽りを受け、移民者がこの土地に数多く住入した結果、1960年には15957人まで増えた。同時に民族構成も大きく変わり、イタリア系やユダヤ系、東、ヨーロッパ系などが加わった。 1971年に、ボーンを含む周囲の自治体が、新たに、ヨーク地域に統合された。ボーンは1991年に市に昇格した。現在でも、クラインバーグ、メープル、ソーンヒル、ウッドブリッジなど、ボーン市に含まれる村は独自の特徴と歴史を持つ、コミュニティとして存在している。ビバ、ありがとうございます。